ということで、今回はこちらの商品を開封していきます。なんだよ急に。またなんか買ったのか、殺すぞ。今回紹介するのは Gcom さんの IT13 くんというパソコンです。名前に IT が入ってるのか、珍しいな。おそらく IT 系の仕事に使えるからってことなんでしょうね。 IT 系こそコミュ力いるから、お前みたいなニートには無理だぞ。やめたれ、こいつら情弱で草。私ネットでは物怖じせず発言できるタイプなので、コミュ力は結構ある方です。一番ダメなタイプで草。様子でのコミュ欄で生きってそう。ちなみにですが、Gcom とは台湾を本拠地とする多国籍家電メーカーで、ミニ PC を専門としている独自の研究開発センター、生産配送拠点を持ち、年間生産能力は20万台を超えている。米国、欧州を中心に販売拠点を広げ、現在では世界各地での販売に注力しているらしいです。いやなんやねん、急に殺すぞ。台湾の PC メーカー多すぎやろ。ちなみに台湾にある4000社の PC 関連メーカーのうち、8割はここら辺に集合してるみたいです。集中しすぎててくさ。そもそも4000社もあるのかよくさ。でも台湾まぜそばは台湾と関係ないから。アンチオツ、台湾と名古屋は食を通して濃厚接触してるから。日本くさ、台湾とばっかり仲良くして恥ずかしくないのかい？もっと世界の中心であるアメリカとかの食文化取り入れろよ。ではアメリカの文化を取り入れた日本食を見てみましょう。ひえ、なんやこれ。もう終わりだよこの国。中を開けてみると、本体、電源ケーブル、取扱説明書、ベサマウント、ネジ、HDMI ケーブル、が入っています。細部を詳しく見てみましょう。前面には、電源スイッチ、イヤホンジャック、USB ポート、USB ポート。背面には、Type-C ポート、HDMI 差し込み、USB ポート、有線 LAN、Type-C ポート、HDMI 差し込み、充電差し込み。左側面には、SD カードスロット。底面は、特に何もありません。インターフェースが多いな。これはプライベートのみならずビジネスでも活躍しそうだな。それでは早速、電源をつけてみましょう。ちなみに、このパソコンのスペックはどんな感じなんだ？こちらのスペックですが、CPU はインテルコア i9-13900H プロセッサー、メモリが 32GB、SSD が 2TB、ベサ対応、高強度メタルフレーム、OS は Windows 11、重量は 652g、となっています。おーん、なかなかええやん。インテルコア i9-13900H プロセッサーってすごいのか？なんか、コア i シリーズの中でも、トップクラスに高い性能らしいです。で、お前はその高性能を何に使うんや？そりゃ両つべ干渉と X 干渉ですが、用途しょぼくてくさ。ハイスペック界隈の8割はこれらしいな。それでは、軽く設定をしていきます。設定が完了すると、無事起動しました。とりあえずネットに繋いの前に、Google Chrome を入れてみましょう。いやお前そんなことしたらエッジさんに失礼だろ、殺すぞ。一説によれば、エッジで一番検索されてるワードは、Chrome らしいですね。何それかわいそう。ちなみに、Bing の検索ワードの1位はガチで Google らしいな。なんやそれくさ。いやもうなんで Bing 使ってんだよ。これもう半分寝取られだろ。ということで、早速ようつべを見てみましょう。こいつ常にようつべ見てるな。トップページもなんかサクサク動いて良いですね。こうやって見ると、今の流行りと自分の見てる動画の乖離に驚かされるんだよね。良くも悪くも様子での特性ですね。次に、私のクソ動画でも見てみましょう。クソ動画内でクソ動画見せるな、殺すぞ。様子で広告から買った商品、正直ない説。なんでや、広告鬱陶しいゲームほどダウンロードしたくなるやろ。いやそれは特殊すぎるだろ。広告でゲームプレイ見せられるやつ、下手すぎてイライラすることあるわ。Y の方がうまくできそうやな。せや、ダウンロードしたろ。ってなるらしいな。まんまと引っかかっててくさ。次に、皆様お待ちかねの、ベンチマークを回してみましょう。今回も使うのは、ジークベンチです。お前が死ねていき。ベンチマーク中は暇なので、コメント返しをしていきましょう。コメント返しで暇を潰すな、殺すぞ。それではまず1件目。香川県民だけど、正直四国の他の県は見下してる。これは香川県民からのコメントですね。いや、気を使いしすぎだろ。でも香川って、都会指数では松山に負けてるよな。は、四国一高いビルは高松にあるんだが、にわかは黙ってろかす。うわぁ、やっぱゲーム1日に1時間しかできないから、ちょっとイライラしちゃったのかな。それはくさ。まあ、何はともあれ、スタバの数は圧倒的に香川の方が多いので、ちょっともう勝負にすらなりませんね。圧倒的、かっこ1店舗さ。水不足で小学校のプール閉鎖したのに、
給食でうどんの出る県の方が言うと説得力がありますな。そこまでしてうどん食いたいか。言うて、水は徳島が提供してくれるから、平気平気。植民地かな。これ徳島人は怒ってもいいだろ。ということで、ベンチマークの結果が出ました。なんというか、あまりのハイスペックに草ですね。これワンチャン過去最高説あるな。メイン PC が、ミニ PC なんかにスペック負けて恥ずかしくないのかい？いつものこと正規。もう終わりだよこのチャンネル。ということで、今回もこの PC が本当にミニなのかを、検証してみます。またやるのか。前回は新幹線に持ち込んで叩かれてたな。今回もまず、PC のセットを持ちます。次に、ハードオフに行きます。なんか流れ変わったな。そして、こちらの小型ディスプレイを購入します。13インチのジャンクで5500円。高すぎ。そして、バッテリーと共に車に積み込みます。電源をつけてみると、なんということでしょう。あっという間に、車内にハイスペックな PC 環境が完成しました。いや何やってんだよ。ニート特有の暗くなってからの撮影やめろ。もちろん、マウスで操作することも問題ありません。また、ダッシュボードに PC を設置することで、運転席に座りながらの操作をすることができます。覆面パトカーってこんな感じだよな。ちなみにその間、ケーブルは地獄みたいなことになってしまいました。本当に地獄みたいなことになってて草。ということで、今回もシティーズをやってみようと思います。いや前回やったばっかりだろ。そういったクレームがあると思ったので、今回はあえて、初代の方のシティーズをやってみます。ということで、無事インストールが成功しました。軽く動かしてみると、こんな感じです。さすがにこのスペックがあれば、そこそこ動いてくれそうだな。やっぱ初代の方が面白いもんな。とりあえず、適当に街を作ってみます。素人ってなぜかインターの近くに住宅街作ろうとするよな。街がそこそこ成長してきたら、中心部に原子力発電所を設置していきます。いやなんでだよ。明るい未来のエネルギーだからね。仕方ないね。そして、原子力発電所の横には空港と病院と墓地を設置します。欲張りセットやめろ。もし事故ってもすぐ病院行けるし国外逃亡もできるし埋めれるし、理想的な街だな。埋めれるしは怖すぎるんよ。ということで、いかがでしたでしょうか。ミニ PC にもかかわらず、インテルコア i9-13900H プロセッサーにメモリ 32GB を搭載しているなど、スペックは非常に高性能だと感じました。また本体はとても小型で、VESA マウントも付属しているため、ディスプレイの裏などに安全に格納できるのは非常に良いと感じました。本体は非常にコンパクトでお店の中や狭い作業スペースなどあらゆるところに設置できると思いました。また、様々なインターフェースが接続できるなど、拡張性にも優れているため、プライベートの用途のみならず、ビジネスの用途でも十分に活躍できると感じました。模範的なコメントありがとうございます。次回、香川県で鳩に餌やるゲーム2時間やったら、逮捕拘束された。こうご期待。期待要素なくて草。香川県民に捕まったら、ヤドン公園に埋められるらしいな。なんやそのふざけた名前の公園。しかも3食全部ヤドンのうどんらしい。妙に語呂よくて草。你在无中生有暗度文仓凭空想象凭空捏造无言无语无可救药逝者安息一路走好傻子巴拉。